やっほー、こんばんは、こんばんは。こんばんは、こんばんは。どうもどうもどうも、こんばんケロケロ。お疲れ様です。金曜日、金曜日なんだね。今週お疲れ様、お疲れ様。乗り越えましたね、今週も平日を。ひなたさん、お疲れギフトありがとうございます。よしひこさんも、何ですかこれは、パフェ、プリンアラモードみたいなの、ありがとうございます。そっか、金曜ロードショー合ってるんか。そっかそうか、あれだよね。え、なんだ、なんか、あ、今日金曜ロードショーあれなんだって、なんか見たのは覚えてるんですけど、それが何かを忘れちゃったな。あ、ラプンツェルだ、そうだそうだ。あ、ラプンツェルするのって思って。いっこうさん、くす玉ありがとうございます。パンパカパーン、タン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 タカタン。エレキンガーさん、ヤンカーさんも、カズタさん、ジンダイさんもありがとう。UME さんもありがとうございます。マギー、マギー知ってるよ。マギーはあれですよね、ナナさんがミュージカルに出演するって。いつだっけ、昨日かな、いつか見て、すごーすごーってなった。楽しみ。見に行けないのかな見に行きたいな。タンタンタヌキさんもありがとうございます。マギはね、アニメ見てた。そう、すごーこう。なんか今足を怪我していることに気づいた。痛い。え、そう、ゆきさんの番組、ゆきさんの番組、そう、神業の山井さん、ファート無料さん、ギフトありがとうございます。そう、見たかったんだけど、レッスンで帰りついてなくて、まだ見れてないんだけど、録画してる。え、でもね、ツイッターさっき開いたら、なんかちょうどこう、なんか動画がもう出てきて、回ってきて、なんかおすすめみたいなのに、それで、あの、打ち上げ花火してるの見た。メール来た？メール受け取ってくれてありがとう。え、めっちゃすごかった。びっくりびっくり。え、めっちゃすごかった。めちゃめちゃすごかったんだけど。え、どれぐらい練習したのかな？ちょっと今度。聞こう。詳しくお話を聞きたいと思います。あ、そう、あ、待って、夏祭りか、そうだ、君がいた夏は、あ、そう、夏祭りだね、題名。あのね、なんか太鼓の達人で、なんだっけ、画面が出なくてやってたんだよね。毎日5時間練習したの。え、何日間したんだろう。え、すごい。え、どこ、ゲームセンター行ったのかな。え、そう、画面がないのにさ、え、してう、やってて感動しました。すごかった。そう、画面が出ないから、もう暗記みたいな感じでやってて、
怖いよ。ちょっとまた録画してるので見ます。あ、もうテレビの録画してますっていうのがついてないから10時までだったのかな。終わってる。ね、ほんとすごいと思いました。ゲーセンで5時間やってたのかな。すごい。え、そう、その後のピアノもすごかったよね。私ピアノ、そう、さっきまでテレビつけてて、ピアノもすごかった。すごいね。なんであんな弾けるんだろう。目隠しされて。弾けない。すごいよね。もう感覚でわかるのかな。すごかったです。見てるこっちがドキドキしました。という感じですね。ゆずきちさん、いっぱいありがとうございます。桜餅ありがとう。そう、今日広島雨、降水確率が 40% で、私普段だったら 60% とかでも結構、あ、もう降ってなかったら降らないなって思って傘持っていかないんですけど、今日はなんか不安になって 40% だって降ってなかったけど傘持ってったんですよ、レッスンに。そしたら雨降らなかった。知らなかったですな。ということで、もう次から持っていきません。決意しました。やっぱりいらなかった、荷物になっただけでした。そう、 60% とかでも持っていかないから、結構雨に濡れてびしょびしょになることも多々あるんですけど、あるんですけど、そう、今日はね、降ってくれてもよかった。ビルマさん、桜餅ありがとうございます。シマンチュさんが100回目の訪問ありがとう。100回も来てくれてありがとう。なんか傘じゃない、何か発明されないかな。なんかこうピッて押したら、ここにシャキンってなんかフィールドみたいのがなんか出てきて、雨がかからないみたいな。そうそうそう、バリアみたいな感じでならないですかね。AT フィールド領域展開ならないかな。でもあれだよね、もう500年後とかにはありそうじゃない。STU グッズで提案するの、そんなそんな発明を STU からしちゃうの。え、500年後にはどこでもドアある。なんか過去とか未来とか行けたりするのかな。タイムマシーンはあるんでしょうかね。500年じゃないかな。500年はないかな。500年生きなきゃですね。
楽しみですね楽しみだね、500年後が。120歳ですね、私は。鳥さんさん、綺麗ギフトありがとうございます。そうだね、もうリンゴ農家、でもリンゴ農家して、あ、でもそれはリンゴ農家をするのは100年後ぐらいだから、多分もうね、もう何周も回ってもう何もしてないかも。何回も話そうとしたんだけど忘れちゃったな。最近もいいんですよね。何を話そうとしたっけ500年後リンゴ農家とか言ってたら忘れちゃったな。今日ね、あ、全然話そうとしてたことではないんですけど、今日ね、そう、なんか鳥がいたの。鳥がいて、多分ハトじゃなくてちょっと茶色っぽい、すごい可愛いハトっぽいけどハトじゃない鳥がいて、全然近づいても逃げなくて、え、違う、スズメじゃない、ハトのサイズでスズメです、違います全然近づいても逃げなくて、10秒ぐらい見つめ合ってたんですけど、でももうレッスンにの時間だったので、もうそのまま退散したんですけど、私は、え、何の鳥だったんだろうって思って、可愛かった。え、違う、スズミじゃないの、違うの、鳩のサイズのなんか茶色い、確かにスズメが鳩の大きさになったぐらいこんばんは、あの時の鳥です、ってあなただったんですね。え、写真撮ればよかったな、写真撮ればよかった、写真撮ろうか一瞬迷ったんだけど、結構道みたいなとこだったので、なんかちょっと人もいたのでやめたの。え、茶色いハトいる、茶色いハトだったのかな、え、今度ちょっと今度遭遇したら撮りますね。茶鳩っているの、え、真っ白な鳩は見たことある、鳩を眺めるの相当私好きだったので、ずっと普通に1時間とか眺めてた鳩、茶鳩、茶鳩、茶葉しか出てこないんですけど、あと、おお、え、あ、茶葉とかも茶葉とかも、え、茶葉とじゃない、あ、茶葉とかもです、茶葉とっぽいな、あ、こんなが、この人でした多分この人でした、あ、解決、あ、茶色いハトいるんだね、知らなかったよ、うん、この茶鳩って調べて一番初めに出てくる画像のまさにこの人だったえ、1時間ハト眺めてたのは、あの学校の帰りとかの時です。ハト観察のためとかには出かけてないあー、へえ、かわいいね、かわいいですね、いいね、いいな、じゃあ今日はいい日です、茶鳩を見れたので。ね、茶鳩かわいいよね、
可愛かったの。そう、可愛い。可愛かったな。なんか学校の帰り道にバス停があって、ちょっとこう公園が近いバス停があって、そこのベンチに座ってたら本当に鳩がいっぱいいて、周りに楽しいんです。足をなんで怪我したんだろう。鳩って首固定できるのかな、どうなのかな。なんか結構首を埋もらせてたりするよね、こうやって。そう、私あのイモーステレビも告知が出てるかな。イモーステレビ出演させていただきます。おきさんとりねちゃんとです。そう、お金を増やすぞっていうね、企画です。お楽しみに、お楽しみに。私はね、頑張りました。いつ放送かな。頑張りましたよ。ぜひ乞うご期待です。また放送されたらいろいろお話しします。そうだね、イモース出させていただくの久しぶりかもしれない。久しぶりだね。体力テストみたいな時以来かも。そう、お金をね、錬金術。いや、難しいなって思いましたよ、金を増やすということは。楽しみに。いつ放送なんだろう。いつ放送なんだろうか。いつだろうか。明日は僕隊ですね。はい、よろしくお願いします。あ、31日なの。ありがとう、ありがとう。31日って言ってくださってる方が4人もいるので、きっと31日なのでしょう。あ、木曜日の19時半から。木曜日、お、木曜日だ。来週お楽しみに。あ、僕隊行くよって。ありがとう、楽しもう。さこちゃんの生誕祭、さこちゃんの生誕祭です。楽しみましょう。僕隊久しぶりな気がする。そう、さこ先生、おお、おお、結構クルーって言っている方が多くて嬉しい。嬉しい。
翔一さんも桜餅ありがとうございます。そうだよね、れいかちゃんの卒業公演の日以来だから、いつだいつだ、1ヶ月以上前なので楽しみましょう。そう、そして次の日はチャートリでフェスにも出させていただくので、福岡昼公演と夜公演2回あるので、そちらも楽しみ楽しみだけどちょっと緊張してるな。 TM マンさんも桜餅2個ありがとうございます。福岡配信もあると、思います。配信ありますよねあると思う、配信あります、配信で見てくださる方もよろしくお願いします。あるめみちゃんと緊張するかも緊張するかも、うん、緊張るって緊張るってなんだっけ、なんだっけ、あ、Gにシューってするやつ。私は緊張するとどうなるんでしょう。緊張る、明日はカエルポーズをお願いします。明日するときあるかな、カエルポーズをするときありますかねあ、Gには聞かないの。緊張したら、なんか、なんだろう、緊張したらあんま表情は分からない、変わらないかな。なんか一周回って最近はもう緊張してもしなくても変わらないしって思って一周回って無心になるかも。あ、でも本当に私当日とかより前日とか2日前とかにもう死ぬほど緊張する人なんですよ。そう、当日その瞬間はそんな緊張しないけど、本番は一周回って、でも前日とかが本当にもう寝れなくなる、私寝れなくなります、毎回。そう、もうずっと緊張してる。
いやだんだん当日になって本番が近づくにつれてもう、あ、もう、もうってなる。手に人という字書けば大丈夫。小学生ぐらいの時までやってたかも。何度かやった、人生でやったことはあります。みんなかぼちゃだよ。あれ、かぼちゃ、かぼちゃだっけ、じゃがいもだっけ、人参だっけ。え、でもさ、これ、これどうなの、どうなの、聞くのかな、みんな本当に。でもじゃがいもじゃないじゃないですか。なんと思ったらいいんだろう、みんな。え、なんと思ったらいいのかな。もうあれか、なんか VR とかでこう仮想世界だと思えばいいのかな。実際にはいないけどいるように、これ見えてるだけなんだ。でもだんだんなんか何が何だか分かんなくなってきそうかな。全員私のしもべだと思えばいいの。レイダウン、レイダウンだね。あ、夢だと思う。結構いいかも、結構いいかも。あ、脳を騙すのって意外と効果あるの？そうなんだ。じゃあ緊張したらそれからそうしよう。あ、これはこれは仮想世界なんだ。あ、どっちがいいんだろう、仮想世界と夢でどっちがいいんだろう。これは夢なんだ。でもいいかもね。え、いいですね。ちょっと夢だと思うの結構いいかも。みんな夢なんだ。いや、もう夢だったらどうしよう。でも最近本当に毎日夢を見るんですよ。なんでだろう、なんでだと思いますか。ちょっと前、ちょっと前までは夢は見たり見なかったりだったんですけど、もうここ半年、いつからかな、もうここ半年ぐらい毎日いや、バック君最近仕事してます。最近悪夢見ないです。なんか普通の夢ばっかり見ます。今日はあのお守りを作ってる夢を見ました。そうだからだんだんなんか夢を見るために寝てるような気がしてきて、え、どういうことって、なんかなんだっけ、トゥ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 、ダミネ。なんか最近さ、毎日毎回ショールームで夢を、夢日記を読んでる気がする。ラミネートでお守り作ってた。機械がある部屋がある。
そこで難しかった。割り箸をおみくじみたいにしたくて紐で結ぼうとしたけど難しい。雑誌読んでた。お正月に食べちゃダメなもの載ってた。ブラックコーヒー苦いから苦い一年になる。あとなんかとなんかですねそう、なんかラミネートでお守りをなんか作ってて、ちっちゃい女の子が入ってるお守りを作ってて、横に多分割り箸を切ってなんかおみくじみたいの持ってる風にしたかったんですけど、それが難しかったおみくじを早く引きに行けっていう暗示かな で次のはなんか多分その雑誌読んでて、なんかわかんないけど読んでて、そしたらお正月に食べてはいけませんみたいなものが載ってて、多分どこかの国では禁じられてますみたいなものが載ってて、ブラックコーヒーだった。それとなんかとなんかがあったけど、なんだったっけ、なんか載ってたんですよね、なんだったっけ、忘れちゃったなんでそんなに覚えてるのって、本当に鮮明に覚えてる。もう鮮明に夢を見る。これ私ちゃんと寝れてるんですかね鮮明に覚えてて、鮮明に、もう起きた瞬間夢かこれ寝れてるのかな。でも確かにさ、なんか一理ありそうじゃない。ブラックコーヒー苦いからさ、なんかお正月に飲んだら苦い一年になるってありそうじゃないありそうじゃないですか、なかなかに。そうだから実は今も夢かもしれない。どうしよう、だんだんもう夢、これ夢ですかえ、眠りが浅いの、どうしよう。じゃあちょっと来年、今年来年のお正月はブラックコーヒーは飲まないとこ なんかもう絶対私は、あ、今晩も夢を見るんだろうなって思って寝るから夢を見るのかな。じゃあ夢を見ないって思って今日寝てみよう。そうしよう。確かにお正月まで。確かにもう忘れてそうだよね、その頃には。何をしているんだろうか。来週で3月終わっちゃうね。まだ私桜を一回も見てないんですけど、本当に咲いてますか桜。桜どこにも咲いてない。私の付近には桜が咲いてない。
天気が悪いから、まだこれから、え、かなり咲いてる？福岡は咲いてる？心に咲いてる、心には確かに咲いてる。あ、花びらありがとう、いっこうさん。桜が咲いてる。あ、東京も咲いてるの？桜見たいな。え、もう散ったとかそんなことあるの？ね、早く桜並木を歩きたい。あ、来週？来週ぐらいにはもう咲いてるか。楽しみ。楽しみ。5周年コンサート当たったよって。おお。おお。楽しみだね。5周年コンサート。5月ですね。5月のゴールデンウィーク。盛り上がりましょう。グリーンアリーナ。そう、グリーン。グリーンだよって略すの？グリーンアリーナだよ。いやー、おっきいステージだよね、ほんとだよね。クリアリだよ。GA だよって訳すの。緊張しそうだ。緊張しそうだ。たまにあります、大きいステージに立ったら緊張しちゃってなんか頭が回らなくなることがたまにあるから、大きいステージは緊張しがち。なんか自分自身では緊張してると認識はしてないんですけど、なんか真っ白になることがたまにあります。それで普段は間違えないような、絶対間違えたことないみたいなとこ間違えたりすることたまにあります。ね、気をつけないと。そう、亀戸籍もありますよね。そう、すごい。取っていただけるのかしら。さやかにほどの人でも緊張しますかって、それは どういうことですか。さやかにほどの人なので緊張する。さやかりん緊張しますね。誰よりも緊張する。かわいいギフト10個ありがとうございます。ありがとう。さやかりん程度の人なので緊張します。
龍気健さん、桜餅ありがとうございます。え、武道館より緊張するかな、どうなんだろう。でも武道館の時は本当にもうガッチガチ、もう3日前ぐらいから本当に緊張しすぎてもうサーヤンにもう200回ぐらい、え、武道館だよ、え、明日武道館だよって言い続けてた。もう3分に1回ぐらい言ってた。だからどうしよう、それより緊張したら、それより緊張したらとんでもないことになりますね。懐かしい、違う、チャーハン食べてないです。違うんですよ、あれはお皿を洗ってたんです。お皿を私がホテルで洗ってたらちょうど同部屋のだったサーヤンが配信しててなんかそう、すごいチャーハンを食べてるって言われて食べてなかった、食べてなかった。え、メガネなくしたりしたっけ、覚えてないな。懐かしい。チャーハンのお皿を洗ってたとかじゃなくて、なんだったっけ、なんかスープかなんか飲んで、そのお皿を、お皿とスプーンを洗ってました。多分家から、あれ、何だっけ、家から持ってってたんです、お皿を。ちレンゲじゃない。なんか私本当に、なんだろう、結構いろいろ持っていきます、泊まるってなったら。え、でももう食器は持っていかないかも。でも食器とか枕持ってってた時もあったし、パジャマとかも持ってくし、でもそれぐらいかな、それぐらいかな。本当はもう布団とかも持っていきたいんですけど、それはさすがに荷物になるから。なんか嫌じゃない、枕とか、私なんか嫌なんですよね、普段の枕じゃないと。トップリンコ沼さん、桜餅ありがとうございます。そう、あれだね、名前の効率がいいですね。そう、多分繊細なんだと思います。私あのかん、なんかなんだろう、ホテルのお風呂とかも苦手
そう、家が一番ということですね。ホテルのお風呂も嫌だし、ホテルのなシーツと布団の感じが嫌なんです。なんかさ、なんかわかりますか？なんかさ、こうシャワシャワしてるじゃん。だからそう、肌触りが嫌です。なので本来は布団も持っていきたいですね。あ、そう、シャワシャワしてるでしょ。そう、柔らかいのがいい。旅館か。え、公園のベンチで寝てるイメージは、それは絶対褒めてないよね。それは褒めてない、バカにしてるな。どういうこと？それはハットだね。あ、これバカにされてるの？あ、それはトーマスにあのハトというあれかな。それが高度な話だったのかな。そう、そこバカにしない。久しぶりに言った。グッドアズさん、桜餅ありがとうございます。カタツムリってどういうこと？カタツムリ？カタツムリはお家にいた、ちっちゃい頃お家にいた。すごいよね、カタツムリって。なんかすごくない？さ、動物ってすごいよね。すごくない？なんであんないっぱいいるんだろう。なんかカタツムリをこう腕に這わせたりしてたけど、今考えたらよくしてたなって思う。でんでん、虫虫。あの、なんでお家にいたんだろう。え、飼ってたとかじゃないですね。た、なんかうち、え、なん、どっからやってきたんだろう。え、どっからやってきたんだろう。え、わからないけど、え、記憶にあります。カタツムリが家にいて、こうやって手、腕をこう這わせて、わーってやってた。あれ、この記憶はなんだ。そのカタツムリがどっからやってきて、どういなくなったのかの記憶はない。そこの記憶だけあります。えなっちさん、桜餅ありがとうございます。え、虫、私も苦手。カタツムリって虫なの？虫なの、カタツムリって。え、なんだったんだろう。え、すごい、なんか植え付けられた記憶なのかもしれない。どうやって、その前後は思い出せない。なんか野菜とかに野菜とかにくっついてたのかな。だって絶対カタツムリをどっかで買うとかはないじゃないですか。
そう、私今となっては虫はかなり苦手なんですけど、昔は小さい頃、小学生ぐらいまで普通に虫、あ、でもカブトムシの幼虫とかもうちいた、カブトムシもいました。名古屋市さん、ピルマさん、ギフトありがとうございます。普通にバッタとか捕まえたりしてたし、ダンゴムシとかも大量に手に這わせたりしてたし、今考えたら無理無理って感じ。カブトムシもなんでうちにいたんだろう。あ、そう、メダカも飼ってた。メダカもね、200匹ぐらいいた、最高で。本当にでも200匹ぐらいいた。水槽2匹2個分いた。あー、そうだね、小さい頃ってもうさ、すごいよね。ね、大人になると虫にダメになるの何なんだろうね。この現象は何だろう。あ、虫ずっと嫌い？カエルはね、飼ってない。なかった。カエルは飼ってないんだけど、私、この前、リコちゃんと話してて、リコちゃんがカエル飼ってるんです、実家で。それを初めて知って、びっくりした。え、なんで私、これまで知らなかったんだけど、って言って。え、飼ってるねって知ってたの？クリーミーさん。桜餅ありがとうございます。え、知ってたの？みんな知ってたの？えりこちゃん、カエル飼ってるんだって。写真とか見せてもらって。え、何ガエルか聞いたけど忘れちゃった。聞いたけど忘れちゃった。なんだっけ。聞いたんですけどね。そう、なんか大きいやつ、大きいカエル。なんか、ケロって感じじゃなくて、ゲロって感じの。そう、知らなくて、こんなに一緒にいて、他の子は知ってるんですけど、ポポちゃんとチェスナは知ってるんですけど、カエルは初耳だった。あ、ウシガエルだっけ？違った気がする。ウシガエルだっけ？何ガエルだっけ？ちょっとまた聞いときます。そう、びっくりしましたね、この前初めて知って。ポポちゃんはウサギ。初知りでしたね。今すごい、あ、もうこんな時間なんだね。あっという間だった。あっという間だ。私動物飼いたいんですけど、ちょっとね、いろいろと躊躇しちゃうな。実家とかだったら飼いたいって言って気軽に飼えたけどね。いろいろと、責任が伴うのでね。ビルマさん、ジージー、ありがとうございます。でもね、飼いたい人たちはいっぱいいます。
フクロウが私ね、フクロウと仲良くなりたいんです。でもね、本当にいろいろ大変みたいで、餌とかなんか環境とか本当に大変らしくて、すごいブーンって言ってる。そう、もうね、結構ね、いろいろ調べ回ったら、あ、これは無理だってなって無理だってなって、そうなんですよね。そう、なので、フクロウを飼うってなったら、フクロウのお世話を全部してくれる人を雇わないといけない。フクロウ係の方がいてくださったらね。そう、人件費もかかるので、ちょっと、買えないなってなった。そう、ジーヤが必要。あ、してくれるの。え、でもそんなね、本当に難しかったですよ、買うの。本当に難しいよ。ちょっと調べてみてください、フクロウの餌とか。え、待って、年俸800万もいるの。それは無理だな。そう、なので、フクロウ飼いにまた行こうかと思う。フクロウ可愛いよね。そうなのよ。という感じです。確かに夜行性の仲間だから、フクロウを飼ったら多分私がもう完全に夜行性になりますね、フクロウに合わせて。一緒にキョロキョロしてそうってどういうこと。それはしない。でもそう、フクロウキョロキョロするの可愛いよね。なんか首が本当にもう360度じゃないの、180度もあるじゃないですか。それが可愛い。どこ見てるんって感じが可愛い。そう、フクロウカフェみたいのは行ったことある。めっちゃ可愛かった。360度はごめんなさい、ちょっと間違えました。それはちょっと違うね。そう、フクロウってさ、羽はそう、ほんとふわっとしてるんだけど、中身が結構細いの。細いっていうか、もうずっとふわふわなの。え、中身どこみたいな。びっくりした。そうよ、ホラー映画よ、360度。そう、あ、もう23時、あっという間、ショールームしてたらあっという間なんだよね、時間が。話してたらもうフクロウ飼いたくなった。じゃあテロップ何だこれ、何の話してたっけな。今ちょっと記憶を呼び起こしてる、私がした話。1時間も話したか。
ちょっともうなんか思い出せなかったので、フクロウにした。ということで、じゃあそろそろ誕生を読ませていただこうと思います。はい、13位、リュウヒケンさん、ありがとうございます。12位、ヤマイさん、ありがとうございます。11位、 TM マンさん、ありがとうございます。10位、何、ムムさん、ありがとうございます。誰。9位、ビルマさん、ありがとうございます。8位、トリさんさん、ありがとうございます。7位、カツサさん、ありがとうございます。6位、ハッシーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。5位、ハーツさん、ありがとうございます。4位、空飛ぶりょうさん、ありがとうございます。ありがとう。3位、ゆずきちさん、ありがとうございます。2位、こみさん、ありがとうございます。そして1位、いっこうさん、ありがとうございます。ありがとう。そして今日のからくじを引かれた方は、虹色47さんです。おめでとうございます。そう、ちょっとからくじは引けないんですよね。そうなんですよね。ちょっともう少しの辛抱なのでお待ちください。4月になったらくじ引きに行くので。今日とか出ちゃったらちょっと困るな。本日の今日を引かれた方はになってしまうので困っちゃうな。で、言われても嬉しくないから。じゃあそんな感じで、皆さん金曜日1週間平日お疲れ様でした。明日もお仕事とかお忙しい方は頑張りましょう、一緒に。お休みの方はぜひ日頃の疲れをまったりと癒してください。明日は僕の太陽公演もあるのでよろしくお願いします。ということで、おやすみなさい。バイバイ。ありがとう。おやすみ。バイバイ。